キング、リンチェプリンスの誤差ほど意味新発言にファンが同様同様。平野耀の行方と未来の可能性。ジャニーズ事務所の元メンバーである平野耀と神宮寺裕太が、滝沢秀明氏の芸能事務所、戸辺、とのエージェント契約を結び、海外での活動を見据えているという報道が話題となっています。一方、キング、 リンチェのメンバーである長瀬門がラジオ番組での発言がファンの中で騒動を巻き起こしており、その真相には何かしらの意味があるのではないかとの憶測が広がっています。いま,すまず、平野紫洋と神宮寺勇太のエージェント契約について考えてみましょう。これは、ジャニーズ事務所を退所した二人が、滝沢秀明氏の新たな事務所に参加する際に結んだ契約です。 この契約により、彼らは一部の業務以外はタレント側が行い、エージェントがサポートするという形態となります。その理由として、海外での活動に焦点を当てていることが挙げられており、これがエージェント契約の選択につながったとされています。特に平野市要は、ジャニーズ事務所を退所する前に、自身のブログで海外デビューを意識していることを示唆しており、 これが一部のファンによって、キング・リンチェの海外進出に対する事務所の消極的な姿勢が彼らの脱退に影響したのではないかと噂されましたた。しかし、こうした状況の中で、流瀬角のラジオ番組での発言が話題となり、ファンの間で議論が巻き起こりました。番組ではリスナーからのメッセージが紹介され、 その中に、夏に海外へ留学に行くことになりました、という内容のものがありました。長瀬はこのメッセージに対して、留学する人、マジですごいなと思う、と感心し、言葉通じないやん。一人で行くのマジ怖いもん。日本から出たくないもん、と、海外に対する率直な意見を述べました。 この発言がファンの中で波紋を広げたのは、平野紫耀や神宮寺ゆうたが海外での活動を見据えてエージェント契約を結んだ直後であったためです。ファンの中には、長瀬の発言が平野らが脱退した理由について何らかの示唆を含んでいるのではないかと考える者も現れました。 しかし、一方で、長瀬の発言に対しては、留学に関する印象を語っただけであり、彼がキング、リンチェのメンバーとしての海外進出について何らかの意思表示をしたわけではないというファンも存在しますマックス。このように、長瀬の発言については解釈の余地があり、ファンの間で賛否両論が交錯しています。 平野耀と神宮寺勇太が滝沢秀明氏の芸能事務所、戸辺、とエージェント契約を結び、海外での活動を見据えていることは事実です。これに対し、キング、リンチェのメンバーである長瀬角のラジオ番組での発言がファンの中で騒動を巻き起こしましたがその意味については解釈が分かれています。 一部のファンは、長瀬の発言が平野らの脱退について何らかの示唆を含んでいると考えていますが、他のファンはそれを否定し、単なる留学に関するコメントであると捉えています。これらの出来事からもわかるように、アイドルグループや芸能界における動向はファンにとって大きな関心事であり、彼らの言動や契約内容に対して熱心に注目しています。 今後、平野潮と神宮寺雄太、そしてキング、リンチェのメンバーたちの活動がどのように展開していくのかファンにとってはますます注目すべきポイントとなりそうですで、ね。